What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。最近むちゃくちゃ暑くなってきましたね。鳥取も梅雨に入りまして、でかつこの暑さなのでめちゃくちゃジメジメしてます。もう本当に嫌ですね、こういう時期は。皆さんのところはいかがですか？鳥取は暑いです。前回はですね、初めての一人語りということをやってみました。35歳になったという記念でやってみたんですけど、やっぱちょっとゲストを招いて話す時と違いますね。やっぱ一人だけで喋るっていうのはもうこれもテクニックですよね。本当に相手がいない中で喋るって、まあ独り言を喋るような感じだと思うんですけど、ちょっとうまく喋れてるんだろうかということを不安に思いながら喋ってみましたが、まあなんとかやりきったかなと思ったんですけれども、まあ難しいなと思いながら、実は今日もまた一人語りをやっております。まあなんでかっていうとですね、前回は35歳になったということで30代の振り返りをやってみました。その中で自分がこう思い描いていた30代になっているんだろうかっていうことの振り返りができたんですよね。でこうやって自分のことを振り返る時間ってやっぱ大事だなと思ったのと、あとゲストを招いて皆さんの原点とか原体験聞いてきたんですけど、話を聞くたびにこう自分のことを振り返ってまして、頭の中では自分はどうだったんだろうかっていうのを、まあ、考えることが多くてですね、まあ、いつかちょっと自分の話もしてみたいななんて思ってたので、一人語りの会を何回かやってみたいなと思っています。まあ喋る練習にもなりますし、ごめんなさい、自分勝手で、あとは自分のことももうちょっと振り返ってみたいなと思ったので、まあ、何回かテーマを分けてちょっとやってみたいなと思います。じゃあ今日は何について話すんですかっていうとこなんですけど、英語に関心を持った話をちょっとしたいなと思います。鳥取で起業して国際協力関係の仕事もしてるんですけど、まあ、そういった話を皆さんすると、英語お得意なんですねとか割と聞かれることが多くて、まあ、以前の仕事でも英語とか使ってたので、まあ、英語を喋りますっていうふうに答えるんですけど、まあ、なんで確かに英語こんなに好きになったんだろうか、話せるようになりたいと思ったんだろうかっていうのをちょっと振り返ってみたんですね。ちょっと今日はその話をしてみたいと思います。いつぐらいから英語に関心持ったかっていうと、多分中学生の頃からなんですよね。で、元々が海外に関心があったわけではなくて、小学生の時に、鳥取県って日本海側にある県なんですけど、韓国とか中国、モンゴル、ロシアの国々と、あと日本ですね。この日本海側の国々で交流する取り組みがあったみたいで、ちょっと記憶を今振り戻してるんですけど、振り返ってるんですけど、で、こういった地域で交流することを、韓日本海諸国交流って確か言っていたような気がしていてですね、韓日本海の韓は、環境の韓ですね。で、こういった国々と、文化的な交流をしようみたいな取り組みが鳥取県にはあって、で僕の小学校にもそういう活動のポスターとか、あと模造紙に書いてある、まあ、何かしらの掲示物とか貼ってあったんですけど、まあ、小学生の頃はそんなものを見ても特に関心を持ってたわけじゃないと思うんですよね。強い関心はなくて、ああそんなことやってるんだぐらいだったので、まあ、小学生ぐらいの頃は特に海外とかにはそこまで関心はありませんでしたと。僕が英語とか、まあ、海外に関心を持ち始めたのは、中学校に入って、英語が科目になった時からですね。多分ここからだと思ってるんですけど、僕の中学生の頃は、中1から英語が科目として始まりまして、大体みんな中学生になってから英語を始めたんですけど、なのでみんなもう ABC から始めるレベル感で用意どんですよね。で、僕も例に漏れず、中学生になってから英語を勉強し始めたんですけど、まあ、当時の中1の時の英語の先生がまあ面白い人でして、で僕はその先生との出会いがあったからこそ、こう英語にズブズブハマっていきました。何がその先生良かったかっていうと、もう見た目は本当にもうザ日本人なんですね。でも英語の授業がむちゃくちゃ面白かったんです。例えば、まあ、各単元ごとにこう進出単語があって、その単語を覚えていかないといけないと思うんですけど、
こうフラッシュカードみたいにこう単語を覚えるようなものをまあ毎回毎回準備してくださっていてですね、まあそれを本当テンポよくパッ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 こう出しては僕らに発音させて、日本語と英語を発音させて、で、まあ、ランダムでシャッフルしてもう一回やってみたいな感じで、すごいリズムよくテンポよく授業を進められてたり、あと生徒が発表するときに、まあ、生徒がなんかこう英語で答えますよね。そしたら Three big hands って言って、僕ら生徒に手拍子をパンパンパンとこう促すんですよね。で、まあ、それがいかに大きく手が叩けるかみたいなことでなんか競争とかもしたりしたんですけど、まあ、なんか全体的にこう英語の授業のリズムがテンポが良くて、かつまあ、その先生のキャラクターも面白かったのかな。リアクションとかもなんか日本人なんですけど外国人風に、なんかオーバーリアクションっていうんですか、だったし、あと、まあ、冗談半分で僕ら生徒に英語のニックネームをつけてですね、じゃあ次はジェームズとか次はケビンとか言って、なんかこう笑いを取りながら授業とか進めれるようなタイプだったので、まあ授業が面白かったんですよね。なので他の科目よりも英語が本当に楽しくて、で僕はなんか自然と英語の勉強を頑張るようになっていきました。で、その先生の授業は授業であったのと、あとこれは希望者だけだったんですけど、英語の日記を書きなさいと、書ける人は書きなさいというアドバイスをもらってですね、で、まあ、僕らが英語の日記を書いたものを毎朝職員室前の専用ボックスに入れておくと、夕方にはコメントをつけて返してくれるみたいな取り組みがあってですね、で、なんかそのコメントが返ってくることがとてもやりがいが出て、で、僕は結構その日記に頑張って取り組んでいたように思います。まあ、言うて中学生から英語を勉強しているので、今はもっと本当簡単な文章ですよね。I studied English after finishing the school みたいな。I played volleyball。 当時バレーボール部だったんですけど、I played volleyball with my friends とかですね。まあ、そういうのだけだったんですけど、まあ、そういった英語を書くことに対しても褒めてくれましたし、日記に対するコメントも返してくれたので、なんかこう先生と交換日記してる in English みたいな感じですごい楽しかったんですよね。で、あとこんなこともありました。多分英語でこうやって書くんだろうなっていうのを、そこの文法とか習ってないのにちょっとチャレンジして書いたみたいなことがあって、それが偶然にも文法が合ってたみたいでですね、で先生になぜこんな文法を知ってるんだみたいな、相当先のことを勉強してるんだねみたいなことを書かれたことがあって、いやいやそれ偶然なんですって感じだったんですけど、そういうなんかチャレンジしたのもうまくなんか正解できたみたいな成功体験が何回かあったので、この日記を書くっていうのはすごい楽しかったんですね。授業とこう自主的な日記っていうのをこう繰り返していく中で、他の教科よりも英語は僕はどんどん成績上がっていきました。まあ、そういったなんか練習と実力がうまくなんかこうバランス取れてて、やればやるほど実力がついていくっていう感覚がすごい良かったんだと思います。で、そうこうしていると、中1から始めた英語の勉強も中3までモチベーションを保ちながら勉強を続けてました。で、中3になった頃はですね、ALT の先生と会話をすることも楽しんでいたように思うんですよね。全然喋れないんですよ。全然喋れなくて、使う単語も簡単な表現だったりするんですけど、それでもやっぱ ALT の先生も優しいじゃないですか。なのですごいこう会話を受け止めてくれたんですけど、外国人と喋れてる自分かっこいいみたいな、なんかそんなこともあったように思っててですね、中3ぐらいは書くことと、あと話すことを頑張っていたように思います。あとあれですね、僕が好きだった先生からラジオ英会話のことも教えてもらいました。 NHK のテキスト、 NHK のラジオ講座のことなんですけど、あれも毎月毎月新しいテキストが出るんですが、500円とかそんな値段だったので、それをちょっと親に毎月買ってもらってラジオ英会話っていうのも聞いてましたね。これが朝早くからあったんですけど、ちょうど早起きでも良かったですし、だいたい一つのレッスンが15分とかそれぐらいだったので、割とこれも継続してたんじゃないかなと思うんですよね。で、まあこの英語テキスト、NHK のレッスンも、まあ文法とか表現とか勉強するんですけど、それ以外になんか毎月毎週かな、
海外の歌の紹介とかコラム的なこともあったりして、そこで外国のことを知るっていうのもまた面白くてですね、この NHK のラジオ講座も割と継続できてたんじゃないかなと思います。なので環境に恵まれたんですかね。先生、いい先生との出会いと優しい ALT の先生の会話とか、あと NHK の15分のレッスンが僕に合ってたみたいな、まあ、いろんな条件が重なってこう英語にどっぷりハマっていきました。なので英語を始めた環境がすごい良かったっていうのはありますね。でただ一方で今だから思う、これやっとけばよかったなっていうのも実はありまして、それがもう発音ですね。発音、発音って舌が完成する前に、まあ、どんだけ英語喋れているかが大事だと思うんですけど、まあ、13歳から英語始めて、もし発音意識してれば多分もうちょっと良くなったんじゃないかなと思うんですけど、なんか授業で本格的な英語の発音をすると笑われるみたいな、なんか雰囲気があってですね、多分ありましたよね、皆さんの中にも。なんていうか、まあ、発音は一応それっぽくするけど、なんかでも本気で発音しないみたいな、まあ、そういう感じで勉強してたので、そこだけはもう、いや英語の勉強してるんだから発音も英語ですべきだろみたいな感じで、まあ、割り切る強い心がもしあればよかったなっていうのを思うんですよね。なので、まあ、後悔したところを言うと、その発音練習です。発音練習ですね。もっとやっておけばよかったなって思います。あと、もしできたらよかったかなっていうのは留学ですね。まあ、高校の時、高校の話になるんですけど、自分の学年にはいなかったんですが、一つ上の学年には2人かな3人かな、アメリカとかオーストラリアに留学した人がいて、で、留学から戻ってきてからは、僕らの学年と同じになったんですけど、まあ、つまり1年間海外にいたので、戻ってきて僕らの学年と合流して、一緒の代で卒業したんですけど、やっぱ海外留学してると、英語の発音それこそ綺麗でしたし、もう会話とかもすごい上手だったので、うわ、むっちゃいいなっていう憧れはありました。なので、もし可能だったら留学したかったんですけど、ただまあ、これは憧れっていう感じですかね。留学できたら、どんな感じだったんだろうっていうのは思いますね。ちょっと今回はこんな感じで、なぜ自分が英語に関心を持ったんだろうかっていうのをちょっと振り返ってみました。まあ、これにおいてもやはり、いい先生との出会いが一番大きかったなと思うので、やっぱり人の出会いは大事ですね。なんかそういう結論になる気がします。あとはあれですね。僕が出会う子供にもし英語を話す機会があれば、もうどん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 英語喋っていこうよっていう、なんかマインド、モチベーションを伝えていきたいなと思います。やっぱこのご時世英語喋れて、まあ当たり前くらいになってきてるので、発音することの恥とか捨ててもらって、英語を喋れるような人間になろうっていうことで、なんかメッセージ伝えていけたらなと思いました。では今回はこんな感じで、ちょっと英語に関心を持ったことを振り返ってみました。また次回は、自分の振り返りしてみたいと思います。それでは。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。